ヤドモダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。左側が正解ルート知ってるんですけど、ですよね、覚えてるよ。俺カラーストーン上めちゃくちゃ行ったもんね昔。あ、そこの強そうなお兄ちゃん、ちょっとオラの話を聞いてくんろう。えらいことになった、えらいことになっただよ。オラたちのカラーストーンがえらいことになっちまった。口じゃうまく説明できねえけど、とにかくえらいことになった。このままじゃ採掘場おしまいだって。頼むお兄ちゃん、採掘場のどっかにいる魔物の親玉を倒してカラーストーン採掘場を元に戻してくんろう。はい。覇者の剣もらえるんだ。へえ。了解了解。本当はね、一気に全クリして冒険の書を集めてからやりたかったんだけどな。中途半端になっちゃうもんね、途中でやっちゃうと。早とヘロスの効果抜けんな。行こうか。うわー、この BGM もいいですね。君たちは戦わなきゃいけないの？戦わなきゃいけないの？メガサルロック。はい、お疲れ。マルティナ MP 回復したかったけどな。魔法の小瓶。倒さなきゃいけないこれ。めっちゃだるいやんこれ。オッケー。なるほどね。なんか魔物がカラーストーンをこういう魔物に変えちゃったよ的な感じなのかな。スマイルロックだってこれ黄色の宝石だもんね。同じ色集めてくっつけると割れちゃうよっていうギミックになってるんですよ本来ならね。こいつら弱いっしょ。爆弾はでしょ。ただほらもう片手でちゃんとしただけで終わるやん。はい、オッケー。魔法の花瓶。トヘロス。はい。はあ、めんどくさいよ。スマイルロック。はい。はい、お疲れ。そんな強くないから助かるね。オッケーオッケー。めんどくせえな。気づくな、お前ら。オッケー。まだなのか。うわ、めっちゃいるやん。あ、色違いでも出てくるんだね。デビルムーンチャーム。デビルチャームーン。え、めっちゃ魔法の小瓶落としてくれる。頼む、3体出てきてくれ。オッケーオッケーオッケー。3体ならでかい。ナイス。絶対攻撃早いよ。イオラで攻めてくれねえかな。きっと3体ずつだよなこれも。な、よし。わあ、セブンやりてえな。ちょっとね、後々セブンやっていくんで。セブンなんてパート何使うんだろうな。イレブンでだってもうさ、多分150は超えるやんこれ確実に。イレブンの倍あるんじゃねっていうくらい長いからねセブンは。確かね、クッソ長かった気がするんだよな。だから200超えるだろうねきっとね、やるならね。うわ、でもやりていつか全部やりたいんだよ全部。でもあと1週間後に10が発売されるでしょう。ちょうど1週間後だね。ちょうど1週間後か。ちょうど1週間後だな。そっか、もう1週間か。あとちょうど1週間後に天下発売されて、その日からもう動画投稿したいでしょ。だからすぐ動画撮って10時に撮りに行ってすぐゲームしてドラクエ10撮影して編集してその日出して
完璧ですね。楽しみすぎる。初見だからね、なおさらだよね。で、11月にはさ、ポケモンの新作も出るでしょ。やば、マジで熱いな、本当に。ネタが尽きん。ネタが尽きんすよ、本当に。いるね。よし。え？わー、めっちゃ出てきた。エゴ。あ、ナイス。まとめてね。オッケー。いいね。力がみなぎるみなぎるぞ、よくぞ来た力弱き者よ。わらはクイーンマチルダ。ああ、マチルダさん、こんにちは。マチルダさんって方がいるんですよ、このちょうどね、ここ。あ、こんな感じだったっけ。あ、マチルダ強いな、やっぱり。マチルダめちゃくちゃ強いんですよ。ヤマビコ強っ。まだ落ちないんだ。あ、やっぱ強いね、マチルダさん、ほんとに。クイーンマチルダを倒したことで爆弾岩が変わっ、爆弾岩に変わっていたカラスとか元に戻っていく。カラスを取り、元に戻した採掘。はい、やった。あ、マチルダさんじゃん。こんにちは。頭が割れるようだわ。私は一体何を、私はマチルダ、何が何だかわからないけれど、あなたが私を助けてくださったのね、先日。はい、お前の力そんなもんでないだろう。破壊こそお前の望みのはずだと。その後はよく覚えていないのですが、私は奇妙な魔法にかけられ、あのような恐ろしい姿に変えられていました。体の中から湧き上がる破壊の衝動に駆られ、カラーストーンを爆弾岩に変えて、まるで悪夢を見ていたようでしたわ。うん、いえ。あれ、緑色のカラーストーンないんだね。そっか、次か。もう一回来るんだよね、ここ。はい。じゃあ、お兄さん、倒したよ。お兄さん、無事に戻ったか、おっかねえ魔物の親も倒してくれたんだな。おかげでカラースターは元通り、俺たち今まで仕事ができるだよ。ありがとう。はい、ありがとう。はじゃあ、剣ね。売ります。売ります。よしよしよし。パート5くらいでなんとか終わりそうだね。オッケーオッケー。じゃあ、戻っていきましょうか。なんか鎧とかもらえたはずなんだけど、それもやっぱまだなんだね。セブン、ユバール、出た、ユバール。ユバールと言ったらね、親不孝の子供ですよ。あいつがいるんですよ、あいつが。うわ、懐かしいね。あら、旅人さんとは珍しい。せっかく来てくれたのに悪いんだけど、今は何もしてやれない。ヨバルの踊り手ライラがよくわからない病で倒れちまって、あの子のために祈りの踊りを捧げている。はい。通してくんないですか？こんにちは。ユバールの王様を務める者、そなたは旅の方ですな。よくぞいらっしゃいました。本来ならば旅の方を丁寧にお迎えするのが我ら一族の習わしじゃが、今はそうも言ってられんのです。実はユバール族の踊り手であるライラが突然現れた魔物に襲われ、謎の病に侵されてしまった。我らユバールの民も祈りの踊りを捧げ、あらゆる薬を試し手を尽くしましたが、ライラの病気、病は一向に良くなりませぬ。さらにライラの夫のキーファーという若者がどんな病でも治せる宝玉を取りに行くと旅に出てしまいました。もう、婿殿の腕が立つ男なのに、こんなにも時間がかかるということは婿殿に何か。大丈夫大丈夫。世界樹の雫か。オッケー、いいよ。また戻んのよ、カラーストーン採掘場に。あ、13ゴールド、やった。割ってこうか、せっかくだからね。これで次はもう一回カラーストーン採掘場に行けと。そう、これの繰り返しなんすよ。では帰ります。はい、さっきと同じ道を進んでいくだけなんだけど、
これも魔物出ないよね、さすがにね。なんかでもいた気がするんだよ。あ、そう、これが本物のカラーストーンなんですよ。あれ、動かせんじゃん。一応使っとこう。イエイ。そう、ほらほらほら、同じ色を揃えると割れますよっていう仕組みなんですよね。ここは特に押す必要はない。キーファー、どうすりゃいいんだ。とりあえず何してんの俺。バカなり、バカなり、ちょちょちょ、もうなんとかできるよね。いや無理か、違うって、なんで押せないの。はい、積んで、積んだ。もうムカつくわ、ムカつく。あるあるじゃないこれ、カラーストーン採掘場の間違えて押しちゃう的なやつね。ちょ、もうプンプンじゃねえって。でプンプンちゃうて。オッケーで、これでオッケーだね。はぁ、合ってるか、焦った、マジで。でこいつをこっち持っていくと、ダリーなこのギミック。ダリー、はい、オッケー。真ん中持っていきます。くそ、ちゃむかつくなこれ。はい、オッケー。で待てよ待てよ、ちょっと待てよ。青を持ってかなきゃいけないんだよね、青を持ってかなきゃいけないんだけど、やばい、わからん、ちょっと待てよ。そういうことか、わかった。めっちゃうざいわ、ちょっと待てよ。もうこんなとこになぞ。おーい、そういうことか。待って待って、バカバカ、なんなことすんな、わけのわからんことすんな。とりあえずここ割っちゃえばいいよね。で君がこれを割ってしもうて、そういうことだな。 OK、 よし。もう頭使わせんなって。やっと最深部に来たか。キーファーいるんだろう。俺いないんだけど。もうわけわからんことしないでください。いねえじゃん。は？あ、そっちか。あ、ここ最深部じゃないのね。こっちにあったんだ。誰か助けてくれ。はい。あら。キーファさん、おっちょこちょいすぎますよ。早いってトイロス消えるの。よし、考えろ。まず奥に行きたいんでしょ。ちょっと待てよ。だからそうだね、ここをまず消せばいいんだよな。いや、ダメだな、ちょっと待て。わからん。あ、奥から回れってこと。いや、回りたいんだけどさ。あ、そうだね、ここで割ってこう、こうだな、こうで、こうで、こうだな、こうでしょ。別にこれはいいんだ。いや、やっちゃったか、やった説？やった説ではないな。こう、いや、これいる？いるな、こいつ。
やべえ、積んだ積んだぞ。ちょっと待てよ。いや、まだ積んでない。まだ積んでない。ギリギリいける。こいつを、いや、積んだな。ちょっと待って。もう積んでんじゃんかよ。こうでしょ？で、こうなんだけど、これ進めないのよ。もうちょっと、おい、もうなんでこんなわけのわからんギミックにすんの。もういじめじゃん、いじめ。一回ミスったらまたやり直しとかさ、やめろって、ほんとに。どっちなんだよ。このトレード紫は消していい、いい。やっぱ意味あったよな。そうだよな。意味あるよな、あの青色は。あんなとこにあるわけないもんな、普通。で、こうでしょ？なんか順調にいってたから嫌だったな。あれはもう動かせないから、ここでしかない。これ結局動かさなきゃいけないもんね。んで、こいつを消すんだ。こいつを消して、一旦ここに置いとこうって話ね。一旦ここ置いといて、邪魔だから。んで、ミスんなよ、ミスんなよ、ミスんなよ。オッケーオッケーオッケー。んでよ。こうでしょ？ミスった俺。いや、ミスってない。来た！やったー！あー、めっちゃ時間かかった。いやー、旅人さんありがとうな。この採掘場には昔来たことがあるから楽勝だと思っていたんだけど甘かったぜ。手当たり次第カラーストーンを押していたらいつの間にかああなっちまったんだ。色が増えてるなんて予想外だったな。それにしても旅人さん、こんな奥まで来てどうしたんだ。え、ユバールの族長に頼まれてキーファって男を探してる。そりゃいい、俺がキーファだ。だいぶ遅くなっちまったが、族長さん、ずいぶん心配してたろう。探しに来てくれてありがとうな。まあでも安心してくれ。ライラの病気は一発で治せる。緑色の宝玉はバッチリ手に入れたからな。さて、こうしちゃいられねえ。俺の嫁さんが苦しんでんだ。それじゃあありがとうな。また会おうぜ。何？おじゃまろ。おじゃる丸みたいな名前だな。何をごちゃごちゃ言っている。おじゃま虫を無視するなんて許さんぞ。お前ら、いざ勝負だ。そうだ、悪いが、あとは任せたで。旅人さん、こいつをどうしてくれ。なんだお前、おじゃまろ、そんな姿なんだね。まあ倒せるでしょ普通に。あ、強いな。回復するっしょ、さすがに。ナイスナイスナイス。もうせいやには回復しないんだ。死にかけいるんだよ、死にかけが。オッケー、ナイス。あ、強かったな、意外とな。おじゃまろを倒したことでカラーストーンの色が元に戻った。あ、そうなんだ。あれだけの魔物を倒しちまうなんて、あんた見かけによらず強いなら、なんだか俺の友達を思い出す。おっと、無駄話をしている場合じゃなかった。早く帰って、ライラの病気治してやらねえと。それじゃあ旅人さん、世話になったな。後でユバールの休息地に来いよ。助けてもらったお礼をその時にな。ということでした。ではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。